おはようございます。おはようございます。今夏なんでね、はい、今年の夏は伸びが止まらない。切っても切っても伸びちゃうんですよ、うんうんうん、それでね、豆盆栽の苗木をこう作っててもすぐこうなっちゃう、もさもさに。そう、うん、そう。それでこうなったらどこ切るかなっていう話ですよ。今だってね、植え替えできないからしょうがないですよね、はい、切り込み。そう、刈り込みですね。刈り込み、刈り込み、ちっちゃいのからこんなになっちゃったバラすぐほっとくとこうなっちゃう。なりますよね。小バラはひどいですよ、伸びますよこうなったらもう挿し木もね、はい、この真夏なんてしませんからね、うん、まあ、バラは挿せばつきますよ、今でも。そうですね、9月までつくからね、うん、こいつは。なんですが、もう挿し終わったと思うので、あとはもうこうなったら切るしかないんですよ、なるだけ短く、うん、で、新しい枝は葉っぱの根元からこういう風に出ますね。これだったらこういう風に出ます。こっちで切るとこういう風に出ますので、うんうん、そこのとこよく考えて、ここで切っちゃうと今度新しい枝こっち来ちゃうんで、上に出ちゃう、うん、横にちゃんと枝つくんならこの葉っぱの元で切ると、うん、これは定番ですね、ここでね。なるほど、うん、で、こっち側も少し伸びてますね。で、これも今のうちに切っとけば、残した枝の先が伸びると。そうですね、残した葉っぱ、うん、葉っぱ、葉っぱのここの元から新芽が出ますので、こっちに向かってね、うん、こっちからこうはいかないので、だからこっちを残して切るとこっちに行っちゃうとバッテンになっちゃうね、枝がこう重なっちゃうから、切るときにちょっと見て外側の葉っぱ、外側の葉っぱで切っておいてください、はい、うん、軽くオルトランを軽くやって、はい、バラなんかはね、今別に肥料やったって平気ですけどね、うんうん、やってもやんなくてもこれから咲くわけじゃないので、うん、これなんかは単純ですけど、こうなっちゃうともうやんなっちゃうでしょ、うん、ね、この葉っぱがひどいでしょ、うん、これね、多分ね、なんだっけ、ヒメミヤビだ、私気がついたの、はい、新しい種類なんですよ、ヒメミヤビって、うん、ちっちゃいミヤビの花咲くんですけど、はい、これね、実がつかない。ヒメミヤビ？うん、あのミヤビはすぐ実がつくんですけど、はい、ヒメミヤビはね、つかないんです。普通、一重のバラですから咲けば実になるはずなんですよ、はい、なんないの、なんないの。その代わり切って肥料やるとまたすぐ咲きますから、四季咲きなんだろうね。で、あとね、枝がね、まっすぐビュービュー伸びるのね、うんうん、だから丸くしか刈り込めない感じ。なるほど、こうかっこよくこうできないね。それに気がつきました。ヒメミヤビって去年あたりから出てきてるんですよ。で、もうこうなったらこれね、残しといてこの辺で切ったらさ、まっすぐでしょ、そうですね、おかしいでしょ、だからもうこうなったら切っちゃうしかないです。元から、元から私切っちゃいます。だってここで切ったらさ、うん、ここで切ったらさ、この葉っぱがこっち来ちゃった、枝が、うんうん、これもう切っちゃう。太るのは早いですよ、この代わり。なるほど、ビュービュー伸びますからね。こんなに太くなってるんだけど、これすぐに何回かも刈り込んでるんですよ。そうですよ、もう何回刈り込んだか初めてじゃないですよ。もう伸びます、伸びます、伸びます。じゃあもう一回ぐらいあるのかな。はい、そうですね、そうですね。だからこう今伸びてるのもついでに止めとかないと。そうですね、うん、ダメですよ。夏だからみんな盆栽やってない人多いと思うけど、刈り込んでた方が、刈り込みはね大事です。それでビューってこういうの伸ばしちゃうと中の枝が枯れちゃうのね、こういうところが弱ります。この枝なんかほら、もう葉っぱなくなってるでしょ、そうそう、古枝が枯れるから、もうここまで伸ばしちゃダメなんでしょうね、本当は、本当は本当は。ちょっと忙しくしてて忘れていたらなっちゃいましたけど、これがね、ちょっとね、花持ってこようか、はい、ちょうどね、咲いたの、この間刈り込んだやつが、はーい、あ、いいですね、これ、刺したやつ、春に、うんうん、で、もう伸びてしょうがないから、ブツ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 切ってたら、咲きましたちょっとね、切った時、今日8月1日、はい、で咲いてるんですもんね、はい
多分四季咲き。だから本当はね、一重だし花可愛いし、これで実がつくのかなと思ったら、これも一回満開になって全部実が止まらなくて、また刈り込んで肥料やったら今こういう状態なんでね、そういうものだかもしれないですね。ヒメビヤビっていうんです。かっこよく根上がりにして植えてみたんだけど、実が止まんないので、花の時期しか展示もできないでしょ。実が止まんないっていうのは、実が止まらない、実ができないですよね。でもなんで実がつかないのかのかちょっと待って、これがあの花が、花が あるじゃないですか。これはヒメビアビじゃないから。あ、これ違うんだ。うん、これが普通に野バラ、人への野バラはみんなこうなりますよ。うんうん、うん、宮尾はなります。これはアサミの夢ですけど、はい、あの綺麗に実がつくでしょ。こんだけ咲いたっていう証拠ですから ね、うんうん、ね、これでこのまんま秋になるとここが赤くなるじゃないですか、はい、葉っぱが落ちて実だけで、お正月まで飾りに使えますから、うんうん、これでこれができればかっこいいなと思ったんですが、はい、止まらない。あ、実が止まらないってあれか。実になんないで、花が終わると、うん、実が止まらない。実がならない、はい、ならないの。なんで誰かもし見てて、ヒメミヤビも実が止まるというの、ジンベエリンかけたら止まるのかな。そこまでしないからな。でも野原なんてほっといたってなりますから。なるほど。この白いの、うん、見えます？この実のところに白い点々が、はいはい、点々があるじゃないですか、はいはい、これあれですよ、貝殻です。貝殻も一緒。実に貝殻がということは木にもついてる、うん、こんなんで消毒できますよ、はい、ここに貝殻って書いてあるから。こんだけ実ついてればね、秋に使えるでしょ、そうですね。残念ながらね、このヒメミヤビはね、つかなかったんでね。どうやったらつくか、誰か研究してる人がいたら、こういうフォーク。はい、コメント欄で教えてください。はい、まあとりあえず今はこういうふうに切っとく。はい。切っとく。それでウルトランにやっとく。ウルトランでもある程度効くからね。のね、こういうのね、これだってミヤサマカエデをさ、うん、種からやったやつを1本ずつ分けてさ、うん、やってるのにちょっと気を許すとこうなっちゃうんですよね、うん、こっから商品にするのは大変です。展示会に出すのは大変です。これなんだ、これ雑草じゃないですね、うん、それ月見草だから取んない。こうなったらもうね、豆にする人はここで切ります。うん、もう一番下ね、はい、ここで切る。豆王はここで切る。そうするとね、これね、こういうところからね、枝出るから、切るとこういう風になるわけ。これほら一回切ったんですよ、でっかいの。そしたらここから出てきてるでしょ、うん、でもまた上伸びるのね。でまたこれ切るわけ。その場合ここでいいかな、いいかな、少し残しておくんですね。ここから出る可能性がある、うん、でここ切るとこっちから出るのね。だから、うん、本当にちっちゃいの作りたい人はどん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 下に下に切っていくと、下に切っていくんだ。で葉っぱもほら上の方大きいじゃないですか、はい、ここで切ってここで切ってここで切って、そうやっていくとちっちゃくて細かい、うん、ほぐれた枝が作れるのかな。そう、小さい枝で出るし葉っぱも細かくなる。実生の場合は、うん、ちっちゃくはなるんだけど、これでも性質があって、種の性質だから一本一本全部性格が違うんですよ、うん、不思議と。でこれ曲げてないのね。一回曲げたんだけど戻っちゃったの、意外と戻るんですよこれ、困ったことに。で今かけられませんね、まだね夏なんで、秋になったらあの針金でこう曲げます、うんうん、これは冬、秋から冬にかけてじゃないとものすごい太るのが早いんで、うん、食い込んじゃうの、うん、春にかけたらダメです、うん、これ春から夏の間にもろ食い込みます、うん、普通のアルミ線じゃなくてアルミ線に紙巻くとか、うん、あのストロー入れるとかしてやんないと、うん、ものすごく宮様会ではね傷がつきやすいんですよ。で一回ついちゃうと治んないから、これ、うん、ストロー入れる
ストローじゃなくてね、何熱帯魚の中に空気を送るやつ。ああ、チューブみたいな。チューブ、うん、チューブの細いやつ。あれの中に針金うん、通して、それで巻くんですよ。そうすると傷がつかないんです。んで一番細いやつね、熱帯魚売り場行けば売ってます。そうですね、結構安いですよね。あれ確か200円ぐらいでね。うん、そう、それでやるしかないのね。一回つけちゃうとね、ほんと治んないんだ、悲しくなるぐらい治んない。もみじ系とかえない系は。だからね、春にかけたらすぐ取るでしょ、取ると戻っちゃう。なるほど。1年生の宮様カエデは本当に戻る。あとこれだとイチョウか、イチョウもピョーンって戻りますね。冬場にかけといて4月ぐらいに外してもまっすぐに戻っちゃうんですよ。そういう性質があるんですよ、ね、これはもうここで肥料をあげたければちょこっとあげてもこのくらいだったら平気なんですけどね、腐らないからね。これでね、ちょっと腰高のやつとかこの辺から出てきたら、ここに節があるんでね、ここ切るとこっちから出てくる、そういう感じですね、これはね。いいね。これ去年これ針金かけて、軽く曲げてありますね。これはね、太んないからね、平気かけたまんま。こいつがいるんだよね、山から飛んでくるの。なんだそれ。これなんて言うんだろう、白田が全然わかんない。飛ぶんですこいつ、ね、山にいるの、うちの方の。こいつが綿みたいな、綿なんだっけ、綿、さっきのさっきのやついるんだよ。いるんだ、これサンザシを去年刺して今年の春に鉢上げしたんですよ、で伸びてるから、これもいい加減のところで切っとかないと。一回切ったんですけどね、また伸びたんですね。これ結構花付きが良くて、どっかでなってたな。どれだっけ、なってるのかな。こんなとこでなってる、ほら。これ。あ、これか。まだ実の色ついてないけど。咲いて、切って実になりかけってこと？そう、実ですね、完全に。これね、刺した状態で花が咲いたんだよね。だから花芽のところを、花芽になりつつあるところを去年の6月に刺して、今年の春に咲いちゃったわけ。まだ鉢、あのポット上げする前に、ほら土鉢でバーッと、あらーと思って、やっぱさすがに根っこ切ってあげたんで、あと落ちちゃったんだけど、これだけ残ってる。これね、花つきはいいんだ。花つきいいけど伸びます、やっぱり。こんな伸びてるでしょ、これどうしていいか分かんないよね。曲げるしかないかって。ここ多分花来てますから、来ちゃってから切れないのね。伸びてる先っちょは来ないですよ。 これさっきのね、これはもう絶対花じゃないから。これは新芽がビューって伸びてるから。だけどこれは固まっちゃってるでしょ、ここから伸びたけど、はい、分かりますか、これは芯があるから、これね、見ると分かるんだけど、先端が全然違うからね。こうなってたら花芽なんだよ、これが。どこが違うかって、全然違うから ね、 そうね。これまだ伸びる伸びるって言ってるでしょ、これ伸びる方がないでしょ、これはここまで伸びて止まったんです、でここに花芽が入った。でこういうのは切れないから、だからここで切っちゃうと もったいないから、これは後で秋にこう曲げる、来年の4月です花は。曲げとけばこうくねくねくねって面白いのができるから。はい、そうそう、これもね、分け損ねたんだよ。実がでっかい、大きいですよ。種まいたヤブサンザシね。ヤブサンザシ、そうです。で、オスメスがあるから3本出たんだけど、1本はメスだった、こっちはオスでした。あ、そうなんだ。一緒に植えといたからそのまんまなってますけど、でも種だからいいのかな、同じ種類でも。そう、種だから大丈夫。そう、DNA が違うと、っていうかオスギとメスギまるっきり違うから、これ、刺しても、オスギを刺してもメスギを刺してもオスメスでなりますよ、これは。
そう DNA 違うからねあれなんですけどね、残念なことをしました。分けてあればね、うん、今分けると枯れます。これ何本か枯らしたんで、うん、触れないんで、このまんまこのまんま秋まで行って、うん、このまんま販売、このまんま販売赤くなるから、る9月のあの催しの時真っ赤ですよ、うん、でもオスメス入ってたって別に構わないかもしれない。こっちもほらね2本あるけど、こっちもオスとメスでした、うん、あとここの中で大事にしてたのがこれなんだよね。うわ、小花なの。なんすか、コナラ。コナラか、種まいたコナラなんだよ。バカに葉っぱちっちゃいでしょ。葉っぱちっちゃいですね。なんか他のと違うかなと思って、苔が溶けちゃって、種まきなんで結構曲はあるんですよ。時々ね、種からやるとこういうね変わった葉っぱのが出るんですよ。へえ、なんだこれって思うよね。これやったけどね、一回ね。そうですね、実がほら、して実がね、ちっちゃいのをまけばこういうの出ますよって言ったけど、うんうん、それにしてもあまりにもねちっちゃいよ、あまりにもちっちゃい。特別製品ですね。でいいですね、うん、増やせんのかな。増やせない、増やせないんです、残念ながら。まあ未消ですもんね、ほとんどが、うん、挿し木できないから、うん、これがね一回買ったのにねビヨーって伸びちゃった。サルスベリ、サルスベリ、サルスベリは咲いてんの持ってこっか、うん、あるよ、はい、これ同じやつだけど、あ、ね、かわいいんだけどね。今年はね短く咲かなかった。一回ね切ってるんです。これ新芽がまたビューって伸びちゃった、はい、でも今切っちゃうわけいかないですよ。全部花芽なんですよ。これも周り中全部花芽なの。先端に咲くから、うん、花が終わってから切るのかな。そう、あ、まあ形作る花は見てからなんですけど、うん、本当は8月の終わりに咲くんですこの種類は、はいはい、あのお庭のサルスベリは早いんですよね、うん、意外と。でもこの白は、うん、何十年も育ててるけど、だいたい9月の展示会に使えるぐらい、うん、遅いんですよ。なのに今年はダメでした、うん、だから長くて2回切るとね枝が細すぎて花が来なくなるから、うん、これでギリギリですね。なるほどね、可愛くないでしょ、うん、でも満開になると可愛いね、うん。じゃあこの時期にはこれは切れないと、花があるから。カッコつけるなら切っちゃってもいいですけど、うん、1年後だからね花ね、もう1回は咲かないです、さすがに、うん、細いから枝が、はい、かわいそう、かわいそう、かわいそう、困ったね。、うん、天気には逆らえないから。そうですね、はい、これは切れませんということで。この暑さが普通になってますもんね。そうなんですよね。だからもう去年というか、まあ3年ぐらい前の時期と全然違うんじゃないですかね。そうですよ、だから展示会も大変だと思いますよ。うん、毎年この時期に咲いてたやつがね、ね、うん、こういう結果になるからね。うちもこれあの9月の即売会で売るつもりでしたから、やめて、もう咲き終わっちゃうんでグリーンクラブの常設に鉢に入れて持ってきます。あとはこれか、これはあれだね、あの花上がってきましたね、うん、まっすぐですね、曲げないとね。これあの一歳ザクロですね、うん、よく上がるんですけどね、バカみたいに伸びるんだよね、これもほら、ぎゅーって。だからこれはもう咲いてなかったらもう真ん中の太いところ切っちゃいます、今、はい、下にほら枝いっぱいあるでしょ、うんうん、もうここで切っちゃうの、こうやって、もういいの。花があったら、花あったら花見てからでもいいけど、うん、でもまあ形作りたいなら切っちゃった方がいいよね、まだ咲くから。へー、あの今ねで肥料でやれんのこれ、はいはい、今咲くやつだから、真夏の、そっか、真夏のやつは切ったら肥料あげる。それなんすか、それ肥料、これこれ肥料だよ、あのうちで使ってる、なんだっけ、ナルコ、あ、ナルコ、ナルコはほら安くて粒が小さいので、うん、ちっちゃいところに2、3粒置けるからとても便利なんで、今までね大きいのをね割ってたんですよ、うん、気に入ったやつがあったんだけど、はい、どうしたって大きすぎてさしょうがないから、
でこれをどうするかだよね、うん、ここにあるけどこっち長すぎるでしょ、うんうん、でも私は切っちゃうね、大体大体こういうのはね、切ることにしております。結構バツバツと、あ、うん、どっから切ったって平気ですもん、ね、枝分かれしてるしね、横枝からどんどん出るんですよ、うん、遅いと結構9月の終わりぐらいまで咲くかな。これはこれはなってまっすぐすぎてね、うん、曲げないとどうしようもないよ、ね、うん、そうですね、話にならないしね。これはね1年違うか、うん、1年違うね。これ刺してこれは曲がついてますね。うん、ここが気に入った、うん、こうなってたらもう曲がんないからこっちが、はい、ここだけでやっていくんですけど、これもう実になってます、うんうん、ザクロはあのこんなちっちゃい実ができるのね、はい、でそのザクロの実を撒くとこんなのでなるんですよ、うんうん、で私は撒いたことがなかった、はいはい、売っちゃうから、はい、どうしても実がつくと、うんうん、そしたらあの原志水さんが撒いたんですね、はい、1年生でこんなちっちゃくてなったんです。だから撒くべきですね。撒くべきです、うん、面白いなと思って。で今年はだからあの実を取るためにこんな大きい土鉢に入れてあるんです、うん、花いっぱい咲かすと。で花が全部咲いて全部実になるわけじゃなくて、うん、そうだな、普通だと10個に1個ぐらいしかなんない、うん、花が10個咲いてもなんないですよ。なんだけどジベレリンかけると結構なるそうです。なるほど、半分ぐらいは。でこれは展示会が秋にあるのでこれを実を持ったこっちもありますのでもう一回花あげて、ね、9月に植え替えをしようかなと思ってます、はい、今ちょっとできない花があるからね、うん、刺し戻しもできるからね、刺せばすぐつきますから、うんうんうん、この辺で切って刺しちゃえば、でこの本体は本体でまたここからこう矢子枝が吹くので、うん、分かりますか、こういう風になるよね、はい、うん、やたら吹くからこれここで切っても出るから、あの安心して刺し戻しができる。なるほど、も面白い種類だな、うん、秋の添えに使うのには見物としてはザクロっていうもの自体が面白い。このモミジはやられてますね。虫ですか、日差し、うどんこ、うどんこ、うん、今年もみじがねみんなうどんこになっちゃったの。うーん、山もみじだけだけ、うん、他のは元気なの。なんでだろう、わかんないですよ。それでね近所に山もみじがどうしても必要だったんですよ、うん、苔玉教室やるのに、はいはい、で買いに行ったらやっぱそっちもそこのうちも山もみじだけうどんこだった、なんかあるんだろうな、この辺で流行ったのかもしれない。この辺山が多いんで映ってくるんですよね、いろんなものが。全部剥がり、うん、どんこは剥がりします、うん、それでこれかけて、しょうがないもんね、はい、うどんこは裸にしてください。これはソビです。ソビ、ソビっていう草です。綺麗でしょシューってなってて、ね、これ先端色つくんですか。これはススキみたいなもんですからこんな感じです。色はつかない。飾りに使うのには、うん、ちょっと大きすぎるけど、夏の飾り？夏だね。ただ結構一年中穂がつくのよ。ススキだと思って飾れば秋で、うん、ススキっぽいから一回切っちゃってもまた出ますから、はい、下からほらどんどん出てるでしょ、うん、この新芽が。だからこれ花大きいんでこれね一回こうやって選んでねこういうのがね切っちゃうの、こうやって。バサッてやっちゃダメですこれ、はい、バサッてやると出てこなくなりますからね。花も終わりだからっつってねこうやって選んでねやっとくと、そうすると大きすぎるのとかこう引っ張って、うん、減らしてもいいくらいだよね。大きさが維持できるみたいな、ね、そう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 、脇芽も出るんで こういうところからも出るんですね、うん、なんでその脇芽があったら脇芽の上でも切れるんですけどね。今穂を全部取っちゃったけれども、はい、うん、これで少し短くなるんで、あともうちょっと長いの切っとけばこの辺から出たやつがこのくらいで、うん、もっとちっちゃい鉢入れちゃうんですよ、ここで、ここでね出来上がったのがあそこにあるので、ある、あ切っ
ちゃった昨日っちゃったこんなちっちゃいのでね、ちょうど花が終わったんでね、来ちゃったんで、だからこんな大きい鉢じゃなくてこの半分でいいですよ。こんなんでやるとここで咲きますから、ピッピッピーって、なかなかあれですよ、味わいがあっていいです。そうだどうだったかな、なんかやったやつ、ちっちゃい草、これなんかやったのかな、やった、あー見覚えがあるな、でも、ね、これ紅下、紅下です、紅下この辺が紅下で、これがさっきのほら装備、持ち込むとこうなるんだけど、昨日切っちゃったんだよ、あの咲いてるやつをね、終わったんでね、これでもう3年入ってる。これはヒメトクサですけどね、これも結構長く入ってますね。これ前に種まいたやつだ、コガネシダ、コガネシダの種まきを多分したと思うんです、はい、その時のやつですね。これで2年目、2年目ですね、これね、多分これが2年目で、これこの間やったやつ、屋久島のカンスゲと小金白の、だいぶ持ち込んできたでしょ。僕も植えました、あれ見て、これ可愛くできました、秋の展示はね、クッサーが難しい、ね、そうですね、これ前やりましたよね、やりました、元気になってきたんですけど、その時に蒔いたのを、覚えてます？蒔いたんですよ、枝を、これが、発芽してきたんです、出てますね、この先っちょの長いやつを細かくバラバラバラって蒔いて、上から土かぶせといたら、こうやって新芽が出てきた、もっといっぱい蒔いとけばもっといっぱいになる、僕も蒔いたんですよ、出た、まだでも緑、まだ、あ、まだ緑、1ヶ月ぐらい経ったけど、まだ緑です、あ、じゃあ大丈夫ですよ、ついてるっぽい、だいぶ出てきたんで、この鉢じゃなくて最初から薄い生鉢に巻く、そうすると例えばこういう薄い生鉢にいきなりいっぱい巻く、もっと、そうすると大体半年ぐらいで綺麗なのができる、いやなかったけど、まだ生えてるから、これこのまんま健在前より元気になってきた、ね、はい、伸びた木の手入れと今年の夏は大変でしたっていうお話でした。そうですね、はい、夏でもこういった作業をやっていくと、ちっちゃい木をたくさん作れるのかな、そう、チャルスベリー以外はね、どんどん伸びちゃいますもんね、普通本当に伸びます、今年の伸びは止められない、何回やっても切ってますからね、だから暑いですけど皆さん、ね、外出て剪定だけでも、剪定は大事です、やった方がいいかなと思います。で、前回も言いましたが、秋の大収穫祭が9月の20日から22日まで、で、こっちの豆盆栽の方が21、22、同じ会場で、こちらが1階で、こちらは外と1階 の、 あの売店コースですね、上のグリーンクラブですね、そうで す、はい、そうです、昨年の動画もありますの で、 です、ね、去年同時開催したのが最初ですね、あ、そうだ、今年は2回目、こっちが2回目になりますか、じゃあ動画もありますので、こちらもぜひ見て、遊び行ってください、はい、よろしくお願いしますお願いいたします、はい、じゃあそんなところで、はい、本日ありがとうございました、ありがとうございました、はい、じゃあ一言、え、あ、来てくださいお待ちしてます、はい、ありがとうございます。